朝鮮平田クワガタは、高注目、クワガタムシカ、大クワガタ属、平田クワガタ属の一種で、ニア種に分類されている。平田クワガタの仲間では、小型種であり、日本では、長崎県の津島のみに生息している。種小名の感染体ニアスとは、あるものと一致したという意味である。体長は、 オスが24.3から6 2 5ミリメートル、メスが20から2 9ト、mm、ル平たくワ型と比べると大顎の外縁がより丸みを帯びていて、上羽もより丸みを帯びている。体が細く小型で、体色は黒色で、やや光沢が強い。頭部の中央が平たくワ型ほどくぼんでいない。前足形節は内側に強く曲がり、布節が短い。メスの目の周囲は、 完全に突起に囲まれている。大陸に分布する個体の方が大型になるが、津島では25の35ミリメートル程度が多い。津島、朝鮮半島、チェジュ島、沈島、中国分布は中国を起源とし、朝鮮半島と地続きであった時代に、津島にやってきたと考えられている。低地から平地までの紅葉樹の森林に生息しているが、生息数は少ない。 成虫は活動期が6月から9月で紅葉樹の樹液などを餌としている。地面の近くで活動し、歩行が主であり、ほとんど飛ぶことはなく、10日には飛んでこない。メスはやや湿度の高い腐葉土や、くつき近くの地中に散乱する。また、飼育下では散乱時期が4月から6月と決まっていて、羽化した年は散乱せず、越冬した個体が散乱がすることが多い。 成虫での寿命は半年から2年である。産卵から約1ヶ月ほどで孵化した幼虫は、地中の腐葉土や近くの口ち木を食べて育つと考えられていて、幼虫期間は約1年である。幼虫はサナギになるために、春にサナギを作り始め、約1ヶ月かけてサナギとなる。サナギになって約1ヶ月ほど経ってから孵化し、成虫となる。 浮かした成虫は、すぐには活動せず、さらに約2ヶ月ほど経過してから、サナギ室を出て、活動を開始する。津島では、良好な場所はより大型の津島平たくわ型に、占有されやすく、朝鮮平たくわ型は、海岸付近の貧弱な林に多く生息し、分布も、局地的である。一方、津島平たくわ型は、内陸の森林地帯に多く、樹上部分で活動する。 朝鮮平田くわ型と津島平田くわ型の雑種は2例が報告されている。朝鮮平田くわ型は2種に分類されている。ありがとうございます。